8月26日は、グレゴリオ歴で年始から238日目にあたり、年末まで、あと127日ある。マラズギルトの戦い。東ローマ帝国皇帝ロマノス4世イディオゲネスが、捕虜となる100年戦争、クレシーの戦い。イングランドのロングボウ部隊が、フランスのクロスボウ部隊を打ち破るジェームズ・クックが、初公開に出発フランスで人間と市民の権利の、 宣言採択。日英修行通商条約締結メディアを再生する。ロシアが南オセチアの独立を承認。ヘルプ、音声、動画の再生イギリス初代首相、ロバート・ウォルポール大韓民国第四代大統領、インゼン、現代科学の父、科学者、アントワーヌ・ラボアジエ誕生。質量保存の法則などを発見。右画像は、宇田川洋安、精美改装。 乱学として伝わったラボアジエの水素燃焼実験修道ジョマザー・テレサ誕生。神の愛の宣教社会を設立。ミニ画像はテレサがカルカッタに設立した死を待つ人々の家ボヘミア王をたかる二世、ボヘミア王ヨハンフォンルクセンブルクフランス王、ルイ・フィリップ、微生物学の父、生物学者アントニ・ファン・レーウェンフック。史上初めて微生物を 顕微鏡で観察プラグマティズムの哲学者、ウィリアム・ジェームズ物理学者、フレデリック・ライネス。ニュートリノを、研究法学者、梅健次郎没。日本の民法天気創者の一人、第27代日本国内閣総理大臣、浜口友好没飛行家、チャールズ・リンドバーグ没。女性参政権を認めるアメリカ、合衆国憲法修正第19条発行。 ミニ画像は1912年、賛成権を求める女性のデモ更新、吉田の日祭り、富士吉田資金リーから富士山を望む。ありがとうございます。